は真っ白なまだ何もない出来上がってないキャンパスで挑戦だったり夢や希望に満ち溢れている1期生が大学を一緒に作っていくことに興味を持ち志望しました。高校生の頃からマイプロジェクトという探究学習で動物の殺処分をゼロへする社会問題の解決に取り組み始めました。そこでは一匹一頭でも多くの大好きな動物の生活を守りたいという同じ思いを持つ仲間を日本中に世界中に増やしていきたいと思って活動していました。取材などを通して改めて動物の現状について知り、人間のビジネスで生まれてくる生き物の数を減らすことも動物の殺処分ゼロにつながる問題でもあると思いました。今後もこの活動を日々進化していきたく、この大学で夢が叶えられると思い、私は AK 大学を選びました。私は今 AK 大学の寮に住んでいます。そこでは自炊などの家事をしながらちょっと学業に育むことはとても大変ですが、一人で自立しながら親元を離れ自分で生活していくっていうことを今学んでいて、今やっていることなので、すごい自分も高校時代とは変わってるって感じました。また AK 大学の学生同士もみんな仲良く、休日とか学校終わりに遊んでいたり、共に楽しく日々を送っています。私は将来は動物に新しい価値観を生み出すビジネスを考えております。なので、在学中に起業することをすごく目指して今頑張って取り組んでおります。その理由としては、私自身は幼い頃から動物が好きで、その中でも特に馬が大好きで、中学生の頃から実は乗馬をしておりました。そんな中、高校生の頃に乗馬クラブの馬がどこからやってきているのだろうかという一つの疑問が湧きました。気になって調べてみると、ほとんどの馬が競馬上がりの引退馬だということを知りました。なら引退馬は逆にどこへ行くのだろうか。その答えとしては、ほとんどの馬が土地区、いわゆる食肉用に殺されてしまうことだったり、殺処分されているっていうことを私は知りました。そうやった馬の第二の人生の生活の場所がほとんどないっていうことを知った時はとてもすごい衝撃的でした。このような思いやったり疑問から、私は動物の殺処分という社会問題をとても解決したいと思い、それを解決できる新しいビジネスの仕組みをこの AK 大学でビジネスについて学びながら、将来は起業することが夢であります。皆さん、学びたいことが一つに絞れない人だったり、夢に向かって学びたいものがすでに決まっている人だったり、いろんな人が今いると思います。私自身も受験生の頃は学びたいことが一つに絞りきれず、だけど英語も好きで海外にも留学に行きたいという夢がありました。そんな中でも AK 大学ならば、いろんなたくさんの学びができるので、本当にどんな人にもおすすめです。もちろん英語が大好きだったり、海外留学に興味がある人もここでならその夢が叶えられると思います。自分が選択した選択肢に自信を持って受験へ頑張ってください。